ちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、千葉県に来ております。また千葉県です。なんでこんなに千葉県に来るかと言いますとですね、全国割もあるんですけど、さらにね、それプラス上乗せの割引が今あるんですよね。で、本日も気になる宿を見つけましたので、そちらに向かいます。で、その途中にいつものように、観光に向かうんですが、本日は覚悟を決めて、なんとのこぎり山に向かいます。数年前に一度だけ行ったことあるんですけどね、めちゃめちゃきつかった記憶があるんですよ。多分 2,3 時間そこで費やすと思いますので、覚悟を持って、挑みたいと思います。それでは残り1時間ぐらいですね、ドライブ楽しみます。デイ、僕らの自由を、僕らの青春を、大げさに言うのならば、あと10分くらいでのこぎり山に着きます。で、のこぎり山なんですが、ロープウェイ乗ったり有料の道路で、頂上付近に駐車場を止めるコースとかいろいろあるんですけど、今回選ぶコースは無料の駐車場で、一番おそらく過酷であるコースを選ぶつもりです。左手に見えるのこぎり山ロープウェイ、今回は乗らずここを通り過ぎて、奥の山道から入っていく駐車場ですね。駐車場着きました。こちらの駐車場おすすめですね。前回来た時もね、ゴールデンウィークだったんですけど、結構ガラガラで、ただここからもう登山並みの過酷さがありますので、気をつけてください。それでは時間もそこまでないので、パパッとメインどころだけ見ようかなと思います。現在12時ぴったりです。そしてまたここに戻ってくるのが果たして何時になるのか。では入ります。700円を払いまして地図をいただきました。で、止めた駐車場がここですね。ここなので、あとはどういうルートをたどっていくかっていう感じですかね。まずは一番でかいこの大仏見ましょう。いや、一応ですね、ランニングシューズ持ってきてそれに変えたんですけど、結局きついっすね。速攻きついわ。これの何十倍もあるからな。着きました、大仏。この大仏は、駐車場から比較的近いので、これだけ見て帰る方もいらっしゃるそうですね。で、日本一の大仏だった気がするんですけど、何が日本一だったか覚えてないです。画面では伝わりづらいですけど、相当でかいです。早速大仏のところを出まして、これから一気に頂上近くまで登るつもりです。で、マップを見るとね、一筆書きで、それぞれのスポットを行くっていうのが難しいので、おそらく行きと帰り同じ場所を通ってっていう感じにはなるのかな。足腰がやばいっていうね、心肺機能がこれやばいかもしれないですね。ほんと苦しいもん、歩いてて。景色がすでにかなりいいですよ。見えますかね、反射しちゃってるかな。綺麗、天気いいからな今日。いよいよここから地獄が始まりますわ。階段、今日天気はいいんですけど寒いんですよ。気温6度ぐらいしかなくて、ただ寒くてよかった。もう暑すぎて、おーおーおお、すげえ雰囲気。おお、
ロープウェイ乗り場着きました。あのね、マジでしんどい。ちょっと後悔してる、この道を選んで。ここから少し緩やかになるのかな。もう少し歩けば百式観音かな。あの、事前にというか過去に来たことあるんで、そしてすっげえきついと思ってたから、あの、思いのほか近いかもしれない。ただきつい、ほんときつい。ここで分かれ道ですね。左行ったら百式観音で、右が頂上と。この石切り場の世界観がラピュタに登場するシーンと似てるとかで、こう話題になったみたいですね。すげえな、ここ。けど分かりますかね、こんな感じですよ。着きました、百式観音。幸い誰もいないですね。でけえ岩に掘られた。うわー、お見事。では来た道を少し戻って頂上を目指しましょう。今の分岐点からっすね。また結構階段登りますね。せっかく収まった心臓の鼓動がまたここで一段と激しくなります。なげー、マジでシャレんな。きっつ、やっとやっと着きそうだ。着いた、展望台。景色楽しみだな。着きました、展望台。めちゃめちゃ綺麗、景色、空が澄んでる。そして県がはっきり見える。海ホタルかな、あれ。それじゃあ、あの地獄の崎行ってみますか。あそこの景色がどうなってるかっていうのを皆様見てみたいと思いますので、行ってみます。だいぶここに来るまでね、あの、断念してる人がいましたね。いや、普通に考えてきつい。フラッと来る観光地ではないかもしれないですね。あの、フラッと来るんだったら絶対にロープウェイとか有料駐車場を止めた方がいいですね。無料駐車場はあれはある程度余裕ないと無理だ。かなり急ですね。急な岩山を上がってそのままノーカットでいきます。画面酔い注意で。おお、この景色があって、でそこが地獄の時ですね。いきます、このまま。あ、風強いから風切り音がやばいですね。はい、危ねえ。はい、着きました。下の景色いいね。あれが下にあるのが百式観音かな。さっき見えてたんですよ、百式観音から。で、いや揺れるな、風やば。ちょっと風強いから怖え。こんな感じです。もう一回下見ますか。はい、
ては。あとは下に下ってラストっすね。1500羅漢道でいいのかな、漢字が読めないけど、そこに向かいます。もうあとは下りだけなんで何も怖いものはないですね。あー、下り楽だと思ってたんですけどね、上りは心肺機能がやばくて、下りは太ももとか膝、ふくらはぎがやばいね、筋肉にきますわ。行きの階段登ってる時に下ってる人が羨ましかったんですよ。今その下ってる人の気分になれて私は非常に嬉しいです。ここもあれなんじゃないですか、ラピュタがどうたらこうたらじゃないですか、わからないけど、すごいもんこの洞窟。分岐来ましたね、これを右ですね。すごい道来たんですけど、ここ合ってるのこれ。木の根っこが気持ち悪い、マスクメロンかのように。さっきから実は結構石像というかお地蔵さんがたくさんいたんですよね。でそこに1500羅漢道って書かれてるのかなと思ったら書いてなくて、もう実は来てたみたいですね。で一個一個表情が違うらしいです。あ、違うの見えるかな、逆光なんだよな。笑ってるのもいれば口をむってしてるのもいれば、もう何体見逃したろうか。なのでところどころ置かれている像たちも含まれていますね、きっとね。奥の像が無理やり後から作られた感すごいけど、最後にまた登りが待ってやがった。あの滝っすね、滝のところにまた戻ってきた感じだろうな。そうっすね、不動滝ここだ。よし、では駐車場に戻ります。一応メインの4箇所のスポットは見ることができました。そして駐車場に着く頃には果たして何時になっていることでしょうか。駐車場到着。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。のこぎり山、今人気のないところで撮らせていただいておりますけれども、現在の時刻がですね、1時20分でした。山を登り始めたのが12時ぴったりだったんで、1時間と20分で、登って下ってくることができまして、結構休んだりとか、動画撮影とかもしてたから思ったより早く帰ってこれましたね。ただこのルートの話なんだ、このルートでそこそこゆっくりもしたし、してないような感じで1時間20分かかりましたんで、もっと楽しみたい方は2、3時間やはり撮っていただいて、他のコースもありますんで、表参道とかいろいろあるみたいなので、余裕を持って楽しんで、行った方がいいと思います。ただ本当に舐めてかからない方がいいですね。雪がきつすぎて本当にもう途中帰ろうかと思ったぐらいだった。で頂上に着いたら達成感すごかったですね。それではこの後はですね、本日予約している宿の方に、向かいたいと思います。その動画は概要欄 URL より続きをご覧いただけたら嬉しいです。では後半でお会いしましょう。バイバーイ。来ました、おしゃれだなこれ。っていうかもうすでに車すげえ止まってるんだけど。